ともとは路上で始まってライブハウスだったりとあとはフリーライブをたくさんしてきてだんだんとこう超特急の8号車の皆さんがこうどん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 増えてくださったおかげでいろんなこと体験させてもらっていろんな経験させてもらって「なぜこんな目に遭うのかな」「ひとりぼっちの帰り道」「油断してたら涙あふれて」「謝りたくても素直になれないけどこのまま」「なんて素通りできないから」「じっと待って願う」「弱い」「かい」「かい」「かい」何度だって初めて行こう転んだ分自分になれるちょっとしたフラストレーションが多分ソロで解消できてるかなあーなるほどねそれもソロがすごい最近ね、うん、確かにそこはなんかいろんな難しいことをより考えるとか解放でどうするのことやりたいこと空間としてやってほしい、うんの見えないトンネルを歩いてくのは怖いけどもしも一人でないと思う最高ビビンの乗せていく Hands up! Hands up! Hands up! 君の心を体全て乗せて So let's go! 魔を受け入れていきたいよそっと立って誓う明けない夜はない大丈夫100%、むしろ 200% 歌でね、うん、させられてますね、グループを。グループをされてますね、かなり。まあね、ずっと頑張って。あの歌声がね、本当、超特急を支えてますよ。ね、ソロ活動までしてね。楽しみですね、まあ、すごいですよ。結末が見えなくても。このライブはね、僕は本当にたくさんなんか気持ちを込めて意気込みがある。そんなね、ライブツアーになっていますのでたくさんの方にね、見てもらえると、来てもらえると嬉しいなというふうに思います全公演ツアー中止という何度だって初めて行こう転んだ分自分になれるどう生きても主役はそう語りを